はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、そして、昨日、分析動画から対人戦動画まで、帰国しちゃん6周年キャラクターとして、大活躍の副将ちゃんとなりましたが、今回は、このキャラの対人戦が強いことは分かったと。じゃあ、戦役やボスはどうかっていうところですね。ちょっと今回見ていきますか。特に、戦役なんかは上杉謙信に任せるとして、ボス2ターンキルなんかがうまくできる副将ちゃんかどうか、そういうところの実際の稼働を見ていきましょう。そして、ボス2ターンキルデッキ作っていきたいと思いますが、帰国士の位置としてはこの位置。で、劉備がここにこうやって入ってきて、で、ダッキちゃん、蓄力がちょっと、一人にしかつけられないダッキちゃんで申し訳ないですね。これはショーとかいればいいんですが、こっちのサーバーはダッキコキビ超コメになってますんで、ちょっと弱めの2ターンキルになってしまうことをあらかじめ謝らせていただきます。ただ風波キャラクターのショーがいなくても帰国しちゃん頑張ってくれるんで、生死はいりませんね。代わりにコタちゃんの束縛なんかをつけて火力補填していきますか。あとあやめちゃんのミムとか、そこら辺で頑張っていきましょう。はい、で今回もう一個申し訳ないのが劉備ちゃんですね。の攻撃力が最大217万とちょっと低めになっており、主力の帰国しちゃんが400万に対してプラス2覚醒ということもあって、ちょっと火力が足りてないんですね。帰国士ちゃん411万の火力に対して、リブちゃん217万と、ちょっと火力も足りてないんですね。少しでも上げていきますか。ちょっと陶器人セットを作って攻撃力235万まで上げました。これで突破できればかなりすごいですが、果たしてレベル差どのぐらいまでいけるか見ていきますか。どうぞ。今172ボス、レベル差24ですね。まだまだいけるレベル差ですが、これがどこまでいけるか。早速抜けましたね。まずダッキー落ちちゃってますが、リュービーも落ちちゃってますが、もう関係なさそうですね。これは帰国士ちゃん、この力がかなり強いですからね。レベル差24ぐらいだったら、いや、強いな。スキル1でこの火力でいっちゃいますか。姿勢もついて。あわよくば2ターンキルいけそうでしたね。遅延の燃焼ダメージなんかもありますが、余裕ですね。これはちょっとスイスイいきそうなんで、まずはスキップしまくりますか。レベル差24はさすがに帰国士ちゃんレベルの強さの副将ちゃんなら余裕ですね。レベル差30作れたらかなりいいかなっていうところですかね。で、40いったらもうすごすぎると。しかもこの布陣で、やっと負けましたね。今レベル差30ですね。ちょうどレベル差30できました。そしてダッキから蓄力もらって、暴走から祝福、そしてコブと、しっかりバフの重ねがけ成功しました。一番火力が出る形、いや、すごい、スキル1から落としてますね。レベル差30。さあ、七星もついて、完璧ですね。スキルに、いや、強い。知力値が低い相手を狙っていくんで、上のボスから倒しに行けるんですね、帰国士。ここもうまいんですよね。2ターンキルできなかったとしても、一番上のボスがいなくなってるので、敵としてはもう大火力術が打てず、こちらのバッファーが生き残りやすくなると。なんで2巡目もしっかりバフを、こうやって持っていくことができて、その上で殴れるので、あと命中もちょっとあるのも美味しいですよね。しっかり当てて落とすという形で、レベル差30もいっちゃいますね。これバッファーちゃんと揃ってればもっと楽ですからね。もうこの時点で、早いですね。十分強いということは、強いな。すごいな。確実ですね、これはもう。ボス戦も、ほぼほぼ文句ないかなっていうところで、レベル差33。どんどん行きましょう。すごい進軍ですね。スキップ回数もまだまだ少ないですね。レベル差40とかまで行くと、もう命中問題が出てくるんで、火力問題から切り離されてしまいますが、レベル差30前後であれば、まだ攻撃もなんとか当たるというところで、攻撃さえ当たれば威力めちゃくちゃ強いので、ボス突破いけますね、183ステージ。さあ、ということで、レベル差35まで開きましたね。このバッファー布陣でそれができれば、文句はないですね、これはもう。そして、しかもチョコメ出てませんね。東方になっちゃってますね。ここで東方落ちますが、チョコメちゃんの出城もちょっと遅れて、ここで出ちゃってますが、それでいけたと。自前でフフはばらまいてるの大きいですよね。で、ボスから落としに行くこのスタイル。でも落とせてませんね。落とせてませんが、これ燃焼で落ちるかもしかしたら。ギリ落ちませんでしたね。ただ、まさかの1対4の形からいったみたいですね。レベル差35で。それはおかしいぞ。モルドレッドじゃないんだから。こっから行きますか。敵がもう憤怒狂乱か30ターン目入ってなっちゃってますが、そっからのこの粘りですね。やっぱ耐久高いのはでかいですね。34ターン目で倒してきましたね。すごい。検定の七星じゃなくて露伴の箱を入れときますか。検定ここであわよくば出れたらって感じで。抜けた。ちょっと見ていきますか。露伴の出番はあったのか。そして劉備は相変わらず落ちてますね。劉備落ちても、その分露伴だったり検定まで出場が間に合うので、ありっちゃありなんですよね。露伴の箱をばらまいて、ここから検定出れるんで、
リュービー落ちたら落ちたでなんとかリカバーしちゃうと。はい、でコタちゃんの束縛も一番上について、はい、攻撃力が高いボスに束縛つけた上で視力値が低い敵イコールここ196ステージ5ステージ以下の場合は一番上のボスになるのでボスに対するダメージがとにかくでかいですね。あ、でも倒せてませんね。これもまたさっきと同じ自利品勝ちですかね。これは、はい、単数26ターンという感じでそのようですね。やっぱりレベル差開いて攻撃ミスってはいるんですが、まあそれでも持ち前の高火力攻撃とスキル2が一番上のボスから狙っていくっていう攻撃スタイルのおかげでもう185ステージまでいってますね。いや190ステージいっちゃいますね。99ラスボス、いやこれ本当リュービとダッキーがしっかりしてたら余裕ですね。いやまた抜けました。いや強いわ。はい、またリュービ落ちて蓄力つけて、まあ、コキビの暴走からチョコメちゃんの祝福、そして撃退がもうこの時点でばらまかれてスキル1が、いや強いんですよねスキル1が。はい、1体も落ちてますからねここで。はい、で姿勢までついて、はい、束縛までつくと、まあ帰国士の場合スキル1で風波ばらまけるんで、将王がスキル2まで生存しての風波ばらまくってやつが必要ないので、その部分1枠例えばコタちゃんとか入れればめちゃくちゃ相性いいですね。束縛キャラクター、まあニビア持ってたら束縛もあるんでまた別のキャラクターでもいいですが、うん、このボスを追い詰められるの大きいですね。はい、瀕死状態まで、あ燃焼で落ちました。いいですね、ボスから落としに行くスタイルいいですね。はい、ただ注意が必要なのは196ステージ以降はボスもちゃんと知力持つんで、上から2番目からスキル2は狙ってしまうってところですね。195ステージまでであればこのムーブができるんで、いやこれができれば割とあっさり落としちゃいますね。いやすごい、はい、もうレベル差38まで開いてますね。いやこのメンツでレベル差40いけちゃいそうですね。はい、ということで一旦ここでやめようと思いますが、まあボス戦全く問題なく強いです。はい、まあ、これは昨日の分析後編動画で話した通りですね、十分な強さ。じゃああとはその先ですね、戦役上がったところ回せるかどうかですが、今のデッキこんなですね、わけわかんないデッキですね。最上がアタッカーという、まあちょっとこちらの検証サーバー、もともと対人戦の検証用のサーバーになりますんで、 NPC は全く力入れてきていないので、はい、このありさまですね、ステージ進んだらもう太刀打ちできませんが、じゃあちょっと帰国士でデッキ作っていきますか。はい、劉備からチョコメ、ヒロマサと、はい、であとダッキーで、ここで悩みどころなのは、まずは戦役上杉謙信をこれ使っていないので敵の通常攻撃を引きつけることができないというところで、はい、まずそこが一番のネックになりますが、はい、これは代わりに師匠ちゃんに援護挑発化してもらって何発か耐えてもらう必要ありますね。はい、その上で、まあ、速攻チョコメちゃんで祝福展開して師匠ちゃんをさらに守って、でコキビの暴走を劉備につけて、であとダッキーこういう風に前に出して使うっていうのがセオリーなんですが、まあ、ダッキーが UR の場合この劉備につけるより主力につけた方が最終的な攻撃力が高くなるんですね。でしかもできればダッキーを応援出して出して、どうせ劉備に蓄力つけないのであれば応援出しにダッキーを出して、一旦目なるべく人数が少ない状態で劉備がコブ打てた方が強くなるので、はい、ここあえて加工トン、はい、こういう風に出していってこんなデッキでいきますか。はい、一旦目は首相ちゃんと加工トンが落ちてもらって、ここの右側4人で劉備のコブを重ね掛けしていって、で2旦目ダッキーが出てきて広政が出てくるという流れ。いやちょっと耐久作れないと思うんできつい気がしますが、まずは首相ちゃん固くしていきますか。まあ、これがちょっと難しいんですよね。まず、はい、もう惜しみなく声援装備つけて固くしましょう。はい、ということで師匠ちゃん急増で今固めてきました。はい、HP291 万8000で、ま、もうバリアつけて耐久するしかないですね。これで耐えられるか。はい、あとはコキビちゃんの影子をしっかりつけるために、はい、指輪と書だけ少し強化して MP これでも5万6000ですね。はい、無育成コキビなんであんまり足しにならないかもしれませんね。いやちょっとここら辺なんかも弱いんで、ま、最後帰国しちゃんに兜つけて、ま、物理攻撃しかしてこない敵の通常攻撃受け止められればなというところですね。まあ、例によってリュウビちゃんはプラス2覚醒なんであんまり頼りにしてないです。まあ、そういう意味だとリュウビちゃんのこの鎧なんかは交換してもいいかもしれませんね。ちょっとこっちの方が硬いんで、はい、防御力6万上がりました。さあ見ていきますか。まずは耐えられるかどうか。あ、ギリ耐えましたね。クリティカルで耐えれてるんで OK です。はい、でここで落ちてチョコメちゃんが祝福加工トンにつけて、加工トンも挑発してるので、はい、ここで加工トンが落ちると。はい、これで4名になった状態でコブを受けれるので、まあ、少しでも火力アップというところですが、スキル1どうか。やっぱりミス出ちゃいますよね。いやただ威力はめちゃくちゃ強い。はい、燃焼も地味にダメージとして効いてくるのでいいですね。ここで蓄力出てきて、はい、敵の攻撃しっかりバリア半分消費で耐えました。まだ影光もあるんであと3発全部来たらきついですが、なんとかなるか。ちょっとギリギリですね。まあ、やっぱり戦役用に今まで投用してきてないので厳しいところありますね。はい、あと帰国し攻撃ミスった場合6発でスキルに終わっちゃうのでそこが怖いですが、当たるとやばいですね。さあクリティカルも出てるんで攻撃回数増えてますが、ミスで逃げ切られちゃいましたね。まあ、やっぱりどうしても必中攻撃の上杉謙信だったり大鬼神みたいな、あとモルデレットなんかを使わない限りはミス問題はつきまとってしまうので、まあ、レベル差38もあったら
まあ、ここばっかりは仕方ないですね。72秒運転でやっていくしかありませんが、2巡目でとりあえず倒せれば OK なんで、はい、一応まあ時間ちょっと残ってる感ありますが、72秒になりますね。これは突き詰めていけば、はい、ちょっともう一回見ていきますか。はい、あと今翔ちゃんが意外と HP 多めに残ってしまってるので、ま、もう少しギリギリで受けた方が良さそうですね。あとスキル1、まあ、ちゃんと当たればもうそうですね、瀕死状態まで持っていける。あ、1体落としましたね。この形作れればもう安定ですね。なんで、まあ、リュウビちゃんからコブのパスだったり、ダッキの蓄力の重ね掛けなんかがしっかりもらえれば、スキル1で1、2体落としてしまうような形も作れると思うので、レベル差で40ぐらいあっても、まあミスんなければですが、まあ、その形できればスキル2がめちゃくちゃ楽になるんですけどね。はい、そしてスキル2、はい、チョコメちゃんの箱なんかがばらまけてないとちょっと威力ギリギリ足りなかったりしますね。あ、また1体残しちゃいました。まあだいぶ不安定感はありますが、まあただレベル差38ですからね、これ。まああと美人系乗っかってて少しだけ 1.12% だけ火力アップしてるのもありますが、あ、燃焼で落としましたね。はい、まあそれを差し引いても、まあちゃんとしたコブの重ね掛けデッキが作れれば火力としては十分出るんじゃないかなというところで、まあ戦役もさすが強いですね、これは。はい、尊上スコイラのアタッカーとは一線を画す火力を持った副将になってますね。いや、素晴らしい。このダッキ落ちでこの威力出せてるのは普通に強いですね。はい、そこからフーハーばらまけるのも大きいし、はい、リュウビ落ちた場所箱をばらまきたいですね、なんなら。はい、まあ、ただ攻撃当たれば、うん、余裕でいきますね。はい、ということで、まあ、帰国しちゃん戦役適性もやっぱり高いってことで、まあ分析動画後編で話した通り、最初の副将としての投与は十分ありなのかなと思います。はい、まあ、ただ将来的には上杉謙信だとか大木人みたいなキャラクターと戦役の方はバトンタッチした方が絶対に安定するので、まあ、最初ですねの戦役ボスの突破に、まあ、バッファーとか必中キャラクターなんかが揃うまで帰国士が最初のスタートダッシュとして使われるのはありかなっていうような結論ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、もう隙がなさすぎますね、帰国士ちゃんは。はい、リリース初日から分析動画、対人戦動画、そして戦役ボス見てきましたが、はい、全て最初の分析通り東洋ライン突破ということで、まあ、取って後悔ない副将かなと思いますんで、はい、超絶おすすめです。また何か新たな報告があれば動画アップしますので楽しみにしていてください。はい、それでは。するおっす。おっす。